トレーニングに関してもう33年携わってきていろんなのをやってきたわけですが、各部位に対するこう種目数、何種目こうトレーニングしたら最適でしょうか、教えてください。何種目、なんかこれもあれですけど3種目でいい気がしますね、一つの基準として。お3種目3セット10回です、うん、じゃない。で3種目でいいんで、はい、1個1個しっかり、なんすかね、精度を上げるとか、はい、要はよく分かんない種目っていっぱいあるじゃないですか、はい、やってるけどもうバチバチ入ってる種目って少ないねって、特にトレーニング始めた頃の皆さんとかなんで、はい、だからジムにたくさんマシンがあるから、はい、まあ、これもやってあれもやってこれもやって、はい、もう僕もそうでしたよ、ゴールドジムできた時代は、はい、マシンいっぱいやりたいですね、はい、で使う筋肉一緒だし、はい、冷静に考えればね、はい、やってること一緒なんだけど、はい、マシンが違うんで、はい、なんかすごいこう気持ち的には違う種目やってるわけですよ、はいはいはい、でも体にとっちゃ同じ、多分、はい、ずっとこの人同じ動きしてるなって思ってると思うんですよね、筋肉がね、はい、まあ、もちろん若干のね何か軌道の違いとかっていうのはあると思うんですけど、はいはい、だからね、基本的にはまずはパワーを出す種目、はい、それからストレッチする種目、収縮を意識する種目、この3つですよね、はい、そう考えるとまあ3種目あれば、はい、まあ何すかね、別に足らなくはないと思いますね、はい、はい、なので、まあ、まずは3種目ぐらいをしっかり被らない3種目ですね、しかも、はい、やってもらえればいいかなと思いますね、はい、例えば胸ならベンチプレスとかね、プレス系ですね、はい、のフラット、はい、インクライン、あとペックフライ、はい、マシンのペックフライですよね、はい、もしペックフライないんだったらもうインクラインと、フラットのプレスだけでも全然いいかなと思いますね、はい、ただやっぱりそれに対してボリュームはある程度取って、はいはい、やってもらうといいかなと思いますね、はい、足もだからそうでしょ、エクステンションとなんかプレス2種目とかね、はい、で全然レッグプレスと、はい、まあ、ハックスクワットあればハックスクワットでもいいですし、はい、まあ、バブルスクワットでもいいしスミスマシンのスクワットでもいいですけど、はい、まあ、そういうプレス系の種目で何か入れてやってもらえれば全然いいかなと思います、ね、はい、腕だったらもっと少なくてもいいですよ、2種目ぐらいでもいいかなと思いますし、うん、ただ背中だけですかね、はい、種目がどうしても増える肩と、はい、肩もだから前サイドリアってやると、はい、前で1種目サイドでまあ2種目ぐらいリアで1種目で4種目あれば、はい、まあ、十分かなと思いますね、はい、まあ、とにかく早くこの種目はしっかり効くっていうのをどんどん作ってる、はい、でそれを増やしていく、はい、まあ、作品をやってるとそのなんか全部の種目がなんすかねじわじわこうなんかね自分のものになってくると思うんですけど、徹底的にこの種目だけってやってると、はい、早くその種目が自分のものになるんで、はい、そうするとまた次の新しい種目入れてその種目ちょっと外したところでその種目の感覚っていうのは多分全然ずっと残ってると思うんでね、はい、自分なりのものっていうのがね、はい、早くこうなんかね1個の種目をこう根詰めてガーッと、2年3年ってやり込んで、はい、行ってもらうといいかなと思うんで、はい、なのであんまり種目の無駄打ちしないようにして行った方が僕はいいかなと思いますね、はい。